髪型似合ってたんだって、すごい今日の髪型好きって、みんな本当？そう、なずなに言われて似合うかなって思ったけど、でもなずなにそのリクエストされないと一生やんないだろうなって思ったから、そうやってみました。こういうことだってマジ？それは良かった。まあ何の髪型なんだろうね。ここら辺でお団子を2つしてるんですよ。何の髪型、どういうなんて名称は分からない。歌うまくなったらだって嬉しい、本当？なんか私の感覚では、感覚的に、なんか私の感覚でなんか回数重ねるごとになんか音程取れてなくない？って思うことが増えてきた気がして、なんでかわかんないけど、ね、悲しかったけどそう言ってもらえて安心した。毎回毎回ね、そう練習はしてるのに、そう回数重ねるごとに反省点が増えていく。ぴょんちゃんはすごいのゲットさん、うん、ありがとうございます。感動した。羊さん部屋じゃない、羊さん部屋は心に、ね、なんかくるくるってなってる。多分え、ツルトンタンだって、すごい嬉しい、なんかなんか嬉しい。そう嬉しい、一緒に嬉しい、仲良し嬉しい、なんか感動しすぎて。ちょっと失敗しましたけど、水鏡悔しい悔しい。名前入りアバター、おめでとうございます。おめでとうございます。またランダムですよね多分。新アットマークさなぐみさん、豚バラパラダイスさん、ありがとうございます。今日背中押しの方々と初めてお話し、みんな泣くし嬉しい。手紙せなたんだと気づかなかった。そう、なずなえって書くと最初から思いっきりもう分かっちゃうじゃん。だからそう、なずなちゃんへって書いて、すぐ分かった。うん、いや自分で読むのマジで緊張した。なんかさ、初めてのお手紙で、まさか自分で、初めてが自分で読むことだと思わなかったから、そうびっくりしちゃった。恥ずかしかったマジで。なんか何回かお手紙書いててみたいな感じだったらまだ慣れてると思うけど、いやねえ恥ずかしい。
くの何時間、え、わかんない、1時間ぐらいじゃないですか昨日、昨日書いた。どこにあるピアスが、ピアス、いいお手紙だった、ありがとう。え、ピアスのなくなった？あるでしょうね。あったあったあった。明日は時間、明日は割と時間あるのでちゃんと秒差をやります。朝6時に。今日めっちゃ充実しすぎて寝坊したらごめんだけど、あの6時に起きて8時半ぐらいまでかな、まあ、秒数合わせ、まあ、いろいろ準備しながらになると思うけど秒数合わせします。あ、太陽のあとさん、新アットマーク、砂組さん、カベルネさん、ありがとうございます。クララ出た、おめでとうおめでとうって言ってる、ほらゆりさんも釣られて泣いてたってかわいいな、その泣いてた、いやかわいい、違うか、心配になっちゃった、ちょっとはっってなっちゃった。勉強しながらドボン、あら勉強、勉強疲れたらドボンやって勉強しながらだと頭に入らなさそう。大丈夫かな、大丈夫だったら全然嬉しい、やってくれるのは。太陽のアットマーク、ドラさん、シカカタンさん、猫さん、ユーミリン、ありがとうございます。空気に負けたワルタン劇場見えて幸せです、よかったです。ワルタンは見納めですね。じゃあまだ次22日どっちがどっちやるか決めてないですけど、もう私はいいです。天才なので、そこは天才だ、天才やこんばんは。改めて今日セナタ見て可愛かったな、だって、ありがとうございます、嬉しい。なんかでも今すっぴんで二人公演今月まで、わかんない、どうだろうねまあでもさ、永遠に続くわけじゃないじゃん、二人か、まあ二人だし、回ってくる回数もあまり多くないわけですから。平日応募しただって、ありがとうございます。当たる当たる、それは絶対。いや、本当に今日あんなに人がいっぱいいると思わなくてめちゃめちゃ嬉しかった。いや本当に22日もお願いしますぜひぜひ来てください。よいしょ木の高いとこちゃんと声出た。そう、今日はもうこの前っていうか一番苦手なところな、君に会う旅行をするの最後のサビのラスサビの何も言えずにのところが一
番苦手で、今日もめっちゃギリギリだった正直。なんかいやトラウマなのかな、トラウマなのか何なのか分かんないけど、その1サビはできるのに、1サビはねちゃんと声出るのに、なんかラスサビになると急になんか喉が詰まってきちゃって、そう裏返りがちになっちゃうんだよね。そのなんか癖がついちゃったのかなんか分かんないけどね、今日はそう今日はギリギリ出ててよかったけど、なんか2回に1回失敗してるって感じ。ベさん、大輔さん、ナルトさん、ありがとうございます。白白ペンライト系、いや本当になんか125人の時よりも205人の時の方が、そのペンライト、いや125人の時もペンライトがそうみんな白だすごいと思ってた、思っててこんなにみんな白してくれるんだって思ってたけど、そう今日205人でみんな白にしてくれてて、私がソロ出てた時なんか迫力が違ったえみたいな、すごい白、真っ白だってなった真っ白だうん同じところにいる。ステージから見て、ね、本当にステージから見てほしい、マジでみんなにもペンライトが揃ってる凄さを知ってほしいだからね本当に嬉しいですよ。意識しすぎちゃうね、意識しないようにしようって思うじゃん、でも無理ですねなんかもうあそこの下手の花道に行くと、あ、くる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 っつってくるくるくるみたいな感じになります。さときときやさん、ドラゴンジェット頭口もほさん、ありがとうございます。客席取ってくれるねえ、もう顔映ったらあれだよ、ダメだよ多分見えてた見えてた、職場でね見えてた。確かに特権ではある。ツンデレ感、え、私ツンデレじゃないよ別によ、ね、当たってくれ、当たる当たるさ、ぼかし、まあ確かにぼかせばいけるね。ガビンアットマークゆいさの始まるさん、ありがとうございます。ナイキースポジション変わってない、変わってません。間違えたかな、私なんか覚えてないわ。嘘、優しい嘘つくの上手だってやった、絶対嘘じゃんそれがそれが嘘じゃん。鏡みたいになってんの、それは知らなかった。シャナタのお辞儀綺麗で好き、嬉しい、なんかお辞儀褒めてもらえる割と確かにね、一曲ごとね大変だよね、だから疲れたら大丈夫ですって私の時言ってたんですけど、
親知らずの近くに口内できていた。絶対痛いじゃん、ずっと当たってるってこと。え、どういうこと。え、でも絶対痛いよ、だって口内炎って痛いもんね普通のことしか言ってない、ごめん。いや、口内炎って痛いよね。口内炎できただけで超悩えない、毎日治るまで。カチカチ頑張ってて、いやごめんなさい嬉しい、優しい。セイクワンいっぱい見てるから、ナズナも好きになった。セナズナも推し。ミサキハッシュタグ22アットマーク日本さん、西東京太郎さん、ワッキーさん、ありがとうございます。え、ねえびっくりした、私も。いや今までさ一回もさ飛んだことない場所、セリフ毎回せなずなん声になってから毎回喋ってるんですよ。本日はご来場いただきありがとうございました。この後は日頃の感謝の気持ちを込めまして皆様のことをお見送りしたいと思いますって、係の方の指示があるまで客席内にてお待ちください。あれ出てこなくなったのびっくりしちゃった。なんでなんでですかね。なんか他にもねいろいろ今日は出てこなかった、頭が働かなかったのかな、ね、申し訳ねえ。そう毎回喋ってるし、ファンの頃も見てたし、公演でもいつも聞いてたから、そうゆうりさんが言ってるこやつね、だからなんでと思って、あそこ忘れるって、飛ぶ本当に何も出てこなかったってびっくりしちゃったね。多分生誕祭の方に気持ちがいっちゃってたんだろうね。いやもう悔しい、自分でクソって思ってたなんで飛ぶんだって。そうペンライトでなんか黄色と青になってたんですけど、どっちがどっちだかちょっと私勘違いしてたみたいだかなとも言わないけど、でも別れてるってなりました。シータンタン、ヒロさん、コウジさん、ありがとうございます。みんな首横に打ってたごめんなさいごめんなさい。お兄さんのダンスがしなやかですか。あら嬉しい、ありがとうございます。お兄さんのダンス苦手なんですよね、ここウェーブするところ多分できてないんじゃないかな、できてんのかな。ナズナがめっちゃうまいえ58分だって、やば、待って全然気づかなかった。13位はカノナソルチさん、12位ブタバラパラダイスさん、11位ミサキちゃん、10位ヒロさん、9位ウルクルクセンブルクさん、8位オウさん、7位シンさん、6位ナミーさん、5位山形カカシさん、4位ユーミリン、3位マサキさん、2位ウちゃん、1位オノピーさんです。ありがとうございます。ギフトを読みます。ダライヤさん、ユーミリン、うちゃん、くまーん、オノピーさん、フグさん、まさきさん、ユーミリン、くまーん、オノピーさん、くまーん、ソウソウさん、まさきさん、くまーん、ナミーさん、くまーん。やばいやばいやばい、時間がない。ルクルクセンブルクさん、山形かかしさん、山形かかしさん、
翼おしりさん、ひろさん、みさきちゃん、早起きさん、マーボーさん、うちゃん、ドラゴン Z、ひろちゅんさん、ISZ2271 さん、ちばめがさん、やばいやばい、おなぴーさん、くまー、しょうちゃん、くまー、太陽のあとさん、そのままきよさん、ありがとうございます。ふう、セーフ。あ、今対戦してるのは西東京太郎さん、たしさん、こうじさん、ありがとうございます。ってことで皆さん今日もありがとうございました。また明日、また明日ね。おやすみなさい。バイバーイ。バイバーイ。